皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日はこちらボスの AD10 というアコースティックプリアンプをご紹介させていただきたいんですが、どうも私が使い方がわかんないところがありまして、一通り紹介させていただいた、後に、これどうやって使うんですかねみたいな感じの悩み相談をするというですね、何度も前代未聞の画期的な、配信者自身が紹介をした後にですね、機材の質問をするとですね、そんな感じの画期的な動画になっております。よかったらお付き合いいただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。思想環境としてはいつものマーティンのマチコさんからビビのケーブルで AD10 に行きまして、でそのカナレのケーブルと、キャノンのカナレのケーブルでヤマハのミキサーに行きまして、ステージパスで音を鳴らして、その前に H2N というハンディレコーダーがあって、それで録音しているというなんかそんな感じの主論状況でございます。今、カナレのケーブルとキャノンがね、刺さってますけども、今このキャノンだけが生きている状態でございます。やってみましょう。とりあえず、メーカーさんのホームページじゃないや、説明書になぞっていきますと、まずこの接続をしますよね。で、この接続先のこの上のところにこれですね、つまみがあるんですよ。このダイヤル。このダイヤルでインプットゲイン、つまりこの入力のね、この音量を決めるわけなんですけれども、これをこのガーッと上げると、まあ、このランプが点灯するわけですね。で、大きすぎると赤くなっちゃうので、ちょっとこのね、赤くならないくらい。オレンジ色ぐらいのところまで、調整をします。普通に弾いて赤くならないぐらい、ちょっとオレンジ色にすると、で、これが適切な状態なので、あとはミキサーの方の音量を上げれば音が鳴ります。鳴らしてみましょう。こんな感じです。で、この AD10 はどんなエフェクターなのかというと、まあ、もともとはプリアンプなんですけれども、イコライザーとかコンプとかね、いろんなエフェクトが、それぞれこの独立しているものが、このガッチャンコってなったっていう、すごい便利なエフェクターなわけですよ。まあ、わかりやすいところから行きましょうか。このアンビエンスっていうのは、まあ、いわゆるリバーブです。このボタンを押すと、ランプが点灯して、緑のエフェクトとオレンジのエフェクトと赤のエフェクト。まあ、それぞれこのタイプが違うんですけれども、タイプが違うリバーブを選択することができて、このつまみでこのリバーブの量を決めることができると。ちょっとやってみましょうか。でもこれ分かりやすいように、すごい深くします。こんな感じで長いリバーブもあれば、ちょっと短いリバーブもあると。なんでちょっと長めのやつをうっすら、かけ続ければ、もうちょっといこうかな。エフェクトをかけることができるわけです。ディレイとかも分かりやすいので、ちょっと鳴らしてみましょうか。ディレイもオンにすると、ちょっと音量上げますね。こんな感じで追っかけてくる山彦効果を付け出すことができるわけです。こういうのがあるとね、このリバーブと組み合わせた時にすごいこのホワホワって感じのこのなんか、この種類も選べたりとかするんですけれども、まあ、音とかね、ちょっとずつ違うみたいな、そんな感じです。で、このレベルで、まあ、リバーブじゃないか、ディレイのこの音量を決めて、で、こっちでその長さ。を決めるという感じになります。他にも言ってみると、そうだな、イコライザー。まあ、このイコライザーは分かりやすく、もうね、低音を上げたりとか、これ上げると低音が、おーっとします。おー。で、他にも高音を上げてきらびやかにしたりと。
な感じの、イコライジング、音質調整もできるわけですね。で、僕が使っているこのアンセムっていうギターピックアップはですね、結構そのハイがキンキンしがちなので、まあ大体こうイコライザーついてる機種だと、まあハイ、プレゼンスをちょっとこの削り目にすることが多いんですけども。そうするとね、音がこのまあ丸まって聞こえやすくなるかななんていう感じです。で、特徴としてはですね、フリケンシー、この帯域って言い方をするんですけども、その調整する音質のこのね、幅みたいなのをね、調節することができるんですよ。幅じゃないな。どこの音を上げ下げするかみたいな。ちょっとフリケンシーのボタンを押してみましょう。そうすると、ここにこの数字がいろいろ出てきます。200Hz。250Hz。320。400。630。ちょっとこの分かりやすく大きくしてみましょうか。音を聞いてみると、ちょっと音のこのね、あの持ち上げられたところが変わってくるじゃないですか。こんな感じで音をこのバーッと聞いてみて、いらないところを削ったり、まあカットって言い方するんですけども、で逆に美味しいところを足したり、ブーストって言うんですけども、その美味しいところ、いらないところをね、このカットしたり、ブーストしたりとかすることができると。で、僕は大体こういう時ですね、この 11kHz とか、800とかの、このフォワンとしたところが気に入らないので、ちょっとうっすらカットすることがすごく多いです。そうすると、まあこんな感じでこの音をスッキリさせることができると。試しにちょっと EQ、オフにしてみると、オンにしてみると。まあこんな感じになるんですけども、まあ聞き比べるとね、音がちょっとこのスッキリして聞きやすくなったのがわかるかと思います。他にもコンプレッサー。これちょっとわかりづらいんですけどね、ソフトタイプとハードタイプがあって、ちょっとハードタイプでガッツリコンプかけてみましょうか。そうするとこのカッティングした時とかにですね、この音の粒が揃って弾きやすいし、聞きやすくなったりするんですよね。まあ、ちょっと音が、ね、引っ込んでしまっている感じはあるんですけれども、全体のトータルの音量バランスが整うことによって、まあ、聞きやすくなったかと思います。で、これ実はですね、この弾いてる方もですね、実は弾きやすくて、このピッキングがね、雑に弾いちゃってもなんかそこそこ整えてくれるからね、すごいこの弾きやすいっていうメリットがあったりするんですよ。まあまあ、こんなね、がっつりかけなくてもですね、うっすらわかんない程度に、うっすら。コンプをかけることで、より一層弾きやすく、そして聞きやすく、することができると。こんな感じの、エフェクトです。で、ちょっと分かりづらいところとしては、このアコースティックレゾナンスですよね。これなんか日本語で言うと何て言えばいいか分かんないんですけども、まあそういう簡単に言うと、このアコースティックギターの美味しいところをちょっとこのね、プラスして、なんか音のこの完成度を上げていくみたいな感じの、そんな感じのエフェクトです。ちょっと試しにやってみるとすると、緑のタイプとオレンジのタイプと赤のタイプがあります。緑のタイプをマックスにしてみると、こんな感じの音。この真ん中のふくよかのところがすごいプラスされましたよね。でもこれだと逆に、ふかしすぎてちょっとモコモコしちゃうので、美味しいところまで。そう
ね、なんかちょっとこのボディが大きくなったかのような、ちょっとこのふくよかなサウンドが、加味されたかと思うんですけど、どうでしょうか。で、他にもこの赤のモードだと、結構これがね、パリパリするんですよ。ほら。なんかバンドサウンドの時とかにこういうのいいのかもしれないですね。あのドラム、ベース、キーボード、エレキギター、他にもホーンセクション、うんたらかんたらって感じで、このバンド人数が大きくなれば大きくなるほど、アコギってこのコードの楽器っていうよりもね、どっちかっていうとこのシャカシャカしたこのピッキングの音を中心としたこのハイハット、なんかパーカッション的な立ち位置になることが多いんですけども、そういう時にこういうのを加味すると、まあ、より一層ね、このアコギらしさというか、存在感みたいなのを足せていいんじゃないかなと思います。で、これも単純にやりすぎるとね、単なるシャリシャリしたギターになっちゃうんで。まあ、美味しいところまでプラスすると、でこんな感じでイコライジングもアンビエンスも、そしてこのコーラスも、足していくとするとこんな感じの音を作ることができると。こんな感じの音が作れるよみたいな、そんな感じです。まあ、こんな感じ一通り、まあ、エフェクトをいじってみたんですけど、どうでしょうか。まあ、いろんな音が出せて便利だなって感じですよね。でまたさらに、大きな特徴としてはこのアンチフィードバックってやつですね。まあ、アコギってやっぱりハウリングしやすい楽器なので、そのハウリングした時に、このハウリングしてしまってるところをいい感じでこの、ね、削ることによってこのハウリングを抑制するっていう機能なんですけども、これがそのアンチフィードバックってやつでございます。ちょっとあえてこのハウリングさせてみます。あえてちょっと高音成分パーッと上げてハウグかな、ハウリングするかな、しないなしないな、あ、来た。ちょっとこれでできてるかどうかわかんないんですけども、できてるかな。できたのかなちょっとこれの使い方があんまり分かったんですが、まあ、こんな感じでこのスキャンという言い方をするんですけども、ハウリングしているときに、まあ、ここのとハウリングさせるよっていうのを学習させることによって、そこの成分がどこなのかを、2箇所、ポイントを設定することができると。で、これそれぞれポイントを設定した後にこのね、つまみをガーッと上げると、まあ、より一層そのハウリングしないサウンドに仕立てることができるんですが、まあ、やっぱりね、音を削ってるわけなので、これはこの上げすぎるとその元の音がね、この加工されてしまうわけですよ。なんで、まあ、できる限り薄い方がいいんだけども、ハウリングしやすいギターの場合はですね、このハウリングしない程度プラスこの音質が変わらない程度のこのせめぎ合いをして、まあ、いいところを探すという、そんな感じの、使い方になるわけでございます。どうでしょうか。ちょっと一通りやってみましたけども、まあ、パッと話を聞いてみた感じ、まあ、なかなか便利そうな感じですよね。結構いろんなエフェクト入ってて、でなおかつ使い勝手もすごい良くて、やっぱこのつまみがね、実際にあるっていうのが結構大きいですよね。これがあることによっても結構視覚的になんかこう使いやすいみたいな感じだったりとかしますし、でまたさらに、紹介しきれませんでしたけど、面白いのがインプットが2つあるんですよ。なので2人分のギターをこのね、1本のギター2本のギターって同時に挿すこともできるし、あと自分みたいな感じでこうね、ピックアップを2つ以上つけてデュアルピックアップのシステムを搭載している人はこの2本同時に突っ込んで、それらこのガチャンってすることもできるんです。で、さらに便利なのが、それぞれのこのね、音量、こっちのギターはちっちゃく、こっちのギターは大きくみたいな感じで、音量のバランスもね、こっちでこう合わせることができますし、でさらにイコライジング、こっちのギターはちょっと低音強く、こっちのギターは中音強くみたいな感じで、イコライジングをした状態で、それぞれかけた状態でガッチャコンとかもできるので、結構そのデュアルシステムを組んでる人ですね、かなり重宝するシステムなんじゃないかなっていう感じが、します。で、
ちょっとこれは人によって使うか使わないか微妙なラインなんですけども、これを同乗することによって、ルーパーモードも、使うことができます。ルーパーやってみましょうか。こんな感じ でもう一回やるとオーバーダブ。間違えた。コード間違えた。 A A から B だ。こんな感じでルーパーを使ったら、ブーストボタンを押してその音を音量を上げることができます。このボタンを使ってブースト初期に音が持ち上がる。感じにこのディレイをかけたりとかして遊ぶこともできるよという、そんな感じのエフェクトでございます。はい、どうでしょうか。まあね、ルーパーとかもねついてるし、それぞれの基本的なエフェクトとかもバーッとついてるし、で使う人はですね、このデュアルピックアップとかも同時に突っ込んだりとか、もしくはそのデュオのギタリストの2本のギターを突っ込んだりとかして、することができるので、まあなかなか便利だなエフェクトだなって感じがしますよね。まあこんな感じの AD10 というアコースティックプリアンプなわけでございますが、いかがでしたでしょうか。で、ちょっと最後に私のこのね、悩みなんですけれども、あのですね、単純になんかね、音質の劣化っていうか、その、なんかね、お問い合わせがすごい激しい気がするんですけど、私だけですかね。まあ、例えばですけども、今、まあ、ADT に撮ってるじゃないですか。で、この ADT を通さずに、このまま、ね、アプリに直接行きますよね。で、これで、まあ、同じくらいの音量感で、まあ、鳴らしたとします。ちょっと聞いてみてください。これ今、タクリに直接行ってます。まあ、こんな感じの音量です。で、これを挿して、それぞれこのエフェクトを切って、で、鳴らしてみます。この低音が特にそうだと思うんですけども、なんかめちゃめちゃお問い合わせしてる感じがしませんか。なんか宅に直接いた方がやっぱ明らかに圧倒的に情報量が多いというか、これに対して AD10 通すと、で、このアンチフィードバックとか、あとそのノイズサプレッサーとかも入っているので、まあ簡単に言うとその、ね、ノイズを除去するエフェクトなんですけども、それが入っているらしいんですよ。で、そのいじり方としては、この EQ のオンオフボタンを長押しすると、まあここに NS と出て、で、このノイズサプレッサーのね、この、まあ、値
まあ、どのぐらいそのノイズ除去をするかみたいなのが選べるんですけども、これが上がってるのかなと思って説明書見ながらね、ちょっとやってみたんですけども、まあ、呼び出してみてもまあゼロのままということなんで、一応これエフェクターとしては何もエフェクトがかかってない状態だとは思うんですが、それにしてもなんかめっちゃ変わってる気がしません？これの使い方がどうなんだろうなと、これがまあ仕様というかまあ仕方がないことなのか、それとも私の使い方が悪いのか、それともまだ隠された機能があるのか、ちょっとこれ説明書見てもわからんなと思って、最後の悩み相談をさせていただきました。まあこの機種を持ってない方はですね、そんなこと言われてもわかんねえよっていうふうになるかもしれないんですけども、もしこの ADT を持っている方でこの動画をねちょっと確認があったら面白がって見てくださって、いやなおかつね、使い方が分かってらっしゃって、あ、竹田さんちょっとこの辺じゃねえのみたいな感じで思っていただけることがありましたら、ちょっとコメントの方で教えていただけるとすごく嬉しいなみたいな感じの、やつでございます。よろしくお願いします。まあ、そんなわけで今回はですね、ボスの AD10 というアコースティックプリアンプのご紹介兼、私の公開悩み相談でございました。もしよければ皆様のご感想、そしてご意見、そして答えを教えていただけたらすごく嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ではそんな感じで何かありましたらまたパシパシとコメントしていただけたら嬉しく思います。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね。